階段アミーゴ。まあ、ちょっと特殊な能力的な、やっぱりその霊的なものとか、さっきのタクシーの運転手さんの話じゃないですけど、ちょっと珍しい話をつい最近聞きまして、あのこれもクラブで聞いたんですけどね、まあ、行きつけのよく行くクラブがあって、まあ、僕も DJ やるとこでもあるんですけど、でそこに遊び行ったら、その店長さんが、まあ、ある人紹介してくれたんですよ。でその方っていうのは男性の方で、まあ、仮に N さんとしてください。で、まあ、年は僕よりちょっと上ぐらいなんで、まあ、40代の方なんですけどね、あの元々音楽系の PA をやられてる方なんですよ。あの音響調整したりとかする。でその人と喋ってたら、響さんって階段やられてるんですよね、まあ、その店長さん言ってたんでしょうね。で僕が、あ、そうなんです、そうなんですみたいな、すごい好きでねって言ったら、僕昔不思議な経験したことあるんですって話をしてくれたんですけど、その N さんが、結婚したてぐらい、まあ、今から20年ぐらい前と言ってましたけども、結婚したてぐらいの時に奥さんの家に、まあ、ちょっと転がり込むような形で2人で暮らしを生活してたらしいんですよ。で生活し始めてしばらくしたら、その住んでる部屋のとある一角、ある場所だけがなぜか異常に気持ち悪いんですって。でこれも何とも表現難しいんですけどねって皆さんも言ってましたけど、本当になんかそこに近寄りたくもない、見たくもないし、なんかもうすごい、あの場所なんか嫌だなっていうのが、お互いなんか話合わせなくても二人ともなんか分かってるんですよ。うわそこなんか気持ち悪いっていうのが、なんとなくそれがどんどん日に日に強くなってきて、でなんとなくその部屋にいるのが居心地が悪くなってきたらしいんですよ。である時奥さんが、ちょっと私心配だから、ちょっと一つ当てがあるから相談してくるって言うんですね。でその当てっていうのが、その奥さんがよく行くあの針灸師の先生がいるらしいんですけど、その先生の方がちょっと霊感が強いって話をしてたから、ちょっと相談してくるねって言って、その奥さんがその針灸師の先生のところに行った時に話を相談したらしいんですよ。実は私の住んでる家である場所だけすごい気持ち悪いんですけどって言ったら、その針灸師の先生が、わかりました、じゃあちょっと見てみますねって言って、その奥さんの肩かなんかに手を置いて、しばらくずっとこう無表情で行って、でまあ5分ぐらいですかね。でその針灸師の先生がパソッと言ったのが、おそらく部屋になんか良くないものがいますと、でただそれは人間なのかもしれないですけど、もしかしたら人とかそういう類のものじゃないかもしれないです。でもしそれが人間以外のものであれば諦めてください、うん、って言われたんですよ。もう引っ越しするか、うん、もうその家を、まあ、持ち家だったら売り払うか、まあ、とりあえず出るしかないです、うん、で人間だとしたら、まあ、もしかしたらお会いできるかもしれないんですけどね、とりあえず部屋の窓を開け放して一日中ずっとこうあの空気を入れ替えしてくださいと、うん、まあ、いう話をされて、まあ、とりあえず分かりましたって言って、まあそこから部屋の窓を開けてしばらくこう過ごして、まあ、そしたら運よく、まあ、日に日にこう悪い気が薄れてきて、なんとか、まあ、収まったらしいんですけど、面白かったのは、その奥さん話聞いた時に、その針灸師の先生に聞いたんですよ。なんでわかるんですか、どうしてそういうのがわかるんですかって言ったら、その針灸師の先生が、いや実は私はその自分の意識みたいな、思考みたいなものをその部屋にいる何者かにリンクさせることができるんですよね。でちょっと今表現がちょっと曖昧ですけど、あの簡単に言うと、そこに部屋にいる何者かの視界、見てる視界が分かるんですよ。見てる映像っていうのが自分のものとしてこうリンクして見ることができる。で見た時にその、まあ、N さんの家をと自分の頭でも霊視じゃないですよ、した時に、人だったら人間の高さの目線で部屋を見てる絵が見えるらしいんですよ。なるほど。ただ見たときにそれが天井を行ったり床を行ったり、もうぐるぐるいろんな角度いろんな高さ動き回ってたんですね。なので、あ、これ人間の目線じゃないと思ったんで、これ人間じゃないかもしれませんって話をしたらしいですね。やっぱそういう力、なんか霊的な能力のある人っていうのは、やっぱいろんな能力あるのかもしれないですけど、ちょっとまあ珍しい話だなと思って、はい、ちょっと話聞きましたね。目線でそれが人なのか、もしくは人、はい、同じ人でもどういう意図があるのか、うん、意思があるのか、あるところだけを見てるのか、意思もなくさまよってるのかによって、たまたま来た例なのか、もしくは目的があってそこにいる例なのかっていうのが、その視界を追うことで分かるっていう、
所されたかもしれない。はあ。僕そういう先生の真逆の話聞いたことあって。今永遠を誓おう、もう君